が今ご紹介に預かりましたという方です。コンピューターって言葉は非常にその誤解を招くんです。掛け算をやるとか割り算をやるとか足し算をやるとか、これはもっと広い意味でアーティフィシャルブレーンといったような意味でのコンピューターを考えなきゃならないんですけども、そういうコンピューターというものの細胞といいますか、一つ一つのエレメントってものがその動かない形に変わりつつあるわけなんです。そういったその細胞全部が、まあ、セミコンダクターで置き換えられるということになって、そこにまあエレクトロニクスの進み方っていうのは非常に大きなものが期待されていると、それがまあ世の中でそのもてはやされているということになるわけです。このアーティフィシャルブレーンといったようなものが一体どういうふうな働きをしてくるだろうか。例えば非常に交通ってものが激しくなってまいりまして、人間が判断してステアリングをしてたりブレーキを踏んでたりしたんじゃ間に合わなくなってくる時代が早晩やってくるんじゃないかと。あとはステアリングはオートマチックにエレクトロニクスでやられるし、それから前の車との間は非常に距離の短いレーダーのようなものでその距離を測って自動的に速度の調整をやっていくといったように、人間の判断を使わずにこの車ってものを動かしていくってことが、まあ、考えられるわけなんです。これはまあ電子計算機のようなものが電子の医療センターっていうようなところに使われる日もそうその遠いことじゃないんじゃないかと。その他、まあ、物を経営していくとか教育をしていくとかいうようなこともいいデータばっかりを蓄積して、そのデータの中から正しいものを選び出して次の推理を下していくというようなことは電子頭脳は非常に得意のところじゃないかと。まあ人間の頭脳の働き、人間の大脳の働きなんてものは全然まだその生理学者医学者には分かっていないんで、これとそのエレクトロニクスと結びつけるなんてことはどうも到底夢にもできないっていうのが現状なんですけども、まあエレクトロニクスってものは好むと好まざるとにかかわらず、あらゆる社会にどん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 これから入ってきて、相当人間の代わりの仕事もやっていくんじゃないかということを考えているわけです。